伝わりました。よっしゃー、ハウス人野島くん、イエーイ、イエーイ。誰も言わない、誰も言わない。いいのこれ、いけるか。はい、ということで、はい、始めました。今日の企画は、タラーン、人生を変えた一言、イエーイ。はい、ということでね、まあ僕たち長く生きてるんで、どっかで誰かに言われた一言とかでね、人生変えたと思うので、それをね、発表していけたらいいなって思います。なるほど。ホストとしての価値観は変わったって瞬間もあったの。俺まずホスト始めました、はいはいはい、朝湯入りました、とりあえず全力みたいな、もう本当になんかクソガキみたいな感じだって、もうなんか手当たり次第もなんか毎日来て毎日来てみたいな、もう毎日いつ助かるよみたいなぐらいの、もうなんかそういうレベルで、なんか本当になんかただの必死な何も考えないバカな子供みたいな。いや今の俺みたいな、でもありますね、はい、だったんですけど、なんかその時に右京と相番があって言われたのが、まだ大志そんな好きじゃないとか、その時とかにそんなこと言われても距離感が全然違うよみたいなって言われて、確かに全力ならいいとかどうこうとか、来てるから好きなんだとかじゃないんだと思って、あーなるほど、度合い、お願いしい度合いみたいのがあるんだみたいになって、そっからその一言からで俺はめっちゃこう考えて、その思考するようになって、そっからバカみたいに出た。そういうことだったんで、そっからめっちゃ本数がめっちゃ上がったんだよね。そっからって考えたら右京さんすごいな。前やったセミナーでも言ってたぞ、その熱量合わせる。あ、そうそうそう、そっからがベースで、そこのからで俺がもう特に得意になったジャンルがそれ。人生の変わった一言、まあ群馬時代の時になるんですけど、群馬でホスト始めた時、半年間指名本数ゼロ、売り上げゼロ、送りゼロ、で、そう、そんな生活だったんですよ。で、毎日新人聞けよ、新人。なんか最初の頃に、その、なんつうんだろう、なんかその頃にキャッチが流行ってて、お前なんか売り上げもねえんだから、何もできねえんだからキャッチ言っとけよみたいなことで、毎回キャッチ化されて、で、営業時間が8時ぐらいまで終わるのよ。2部とか、あ、もうガン無視みたいな、ガン無視みたいな。だから、まあでも10時ぐらいから始まったお店が、掃除組だったから俺は6時半に出勤したの。早えよ、掃除何時間やんの。何するんすか。で、掃除で何もできてなかったから全部やらされて、で、それでなんか朝の8時に終わりなんだけど、なんか全然連絡来なくて、8時半とか9時とかまで全然、俺ずっとキャッチしてたらもう店終わってたり時があって、もう俺ホスト辞めたいなと思って、で、そこのなんかめっちゃ仲良かったその内勤さんがいて、内勤さんに僕ホスト辞めますって言ったのよ。そしたらその内勤さんが、じゃあお前って何で一番取れんのって。ホストって俺思うのはそのクズの集まりだと、何もできないその低学歴のクズの集まりの中で底辺だったらお前一生ゴミだって言われて、じゃあどうすればいいですかって言ったら、そのクズの中でもがいて一番になれよって言われて、あ、頑張ろうって思って、そこからずっともがいてきたって感じだったかな。だからそれは俺の人生を変えた一言。まあやっぱ刺さるんだよね、これがね、やっぱ。うわぁ、群馬だっけ、群馬っすね、群馬っぽい。めっちゃクズの中のナンバーワン、なんかホスト漫画に出てきそうっすね。いや確かに昔っぽいよね、言われてみたいですね。言われたいですね。なんかそういう時代を経験したことないんで、前に何が残んだみたいな言われたいですよね。でも何もなさそうだ、名言。いや、何も残りません。何も残りません。そうですね、もう僕は、ホストをやるか、まあ、そのまま学生を続けるかの、本当に2択を迫られた時にめちゃめちゃ迷ったんですよ。本当半年間くらいずっと教員の人とか、まあ、家族の人を相談したんですけど、どうだろうなーって時に面接行ったんですよ。そう、退任もあったんですよ。どうしよっかなーみたいな。そう、夏休みを使って8月にビジョンも泊まって1ヶ月間毎日30店舗くらい回ったんですよ。かわいい。ゆぐドラは2回行ったの、面接に。はい、ほんと最初の8月の1か2に行って、で、締め日に行ったんですよ、8月の締め日に。ある程度回って、そのいろんな店舗から移籍条件だったり、こういろいろ聞くわけじゃないですか。ここ行ったらこんな待遇あるんだみたいな。特にもうみおさんが面接来てくれて、君何店舗回ったの、どんな条件言われたみたいな。あ、ここはこうでみたいな、ここはこういう風で、ここはこういう風でみたいな。あ、じゃあうちそれ全部やるわみたいな。俺はどんくらい君になんかかけてみる、言ってくれて、でもうちはその代わりアットホームじゃないよみたいな。で、僕は
もしやるならもう自分の人生全部かけるつもりだったんで、遊び、遊びできてなかったんで。いいね。他のお店はなんかアットホームだよみたいな、楽しいよみたいな、先輩優しいしみたいな言って、それもいいと思うんですけど、俺はなんかそれじゃなくって、どっちかっていうともうゴリゴリのみたいな、なんかいいね、自分の人生をかけて戦ってますみたいな人たちがいっぱい集まってほしくて働きたいなって思ってて、それ言われた瞬間に、あもうここだなと思って、まあ、一応2、3店舗最後に他見たんですけど、いや見たんかい、そこでお前即決、お前一応見たんですけど、やっぱもうその一言が忘れなくて、なんかお前っていう売り方をで戦えみたいな、その先頭に立ってほしいのがなんか俺の理想やみたいな、なんか語ってもらって、答えないとね、そうじゃってことで、いろはくんいきましょう。そうですね、僕思考が変わったじゃないですけど、もともとは結構バチバチなやっぱイメージあったんで、もうなんか従業員同士も殴るとか、こう女の子に対しても殴るとか、超偉そうにするとかで、こうなんかもう支配して売り上げ上げるのかなみたいな思ってたんですけど、その時にこう教えてくれてた先輩がめっちゃ優しい人で、なんかそんなんで上げた売り上げなんて意味ないからみたいな、ちゃんと一人一人と向き合って話し合って解決してみたいな、すごいなんか優しい人で、その人に何ヶ月も何ヶ月も教えてもらったんで、多分今の僕があるのかなって思ってます。ああ、そういうことなんだ。ちゃんと向き合うんだよみたいなっていうので、自分の中の価値観変わったってことだ。そうですね、ボスとしての強制的じゃなくてって、ちゃんと向き合ってねって。そうです。いいパイセンや。だからでもその時に教えてくれた先輩がもう殴ったりとか支配するんやでって言ったら、多分僕はそうなってました。ああ、やっぱりそのね、来た言葉みたいなのってない？座右の銘みたいな感覚だと思う。ない、めっちゃあるんだよね。どうすか、俺の考えだってこれだったわ、言葉にするとみたいな。じゃあ、レンさんどういうの？俺めっちゃ昔から言ってるけど、東京グルのさ、この夏上流は当人の乗り越え。おー、あー、それめっちゃいい、あるめっちゃ中二病かもしんないんですけど、運命よそこをどけ、俺が通る。中学校とかの人とかが結構ホーム画面にやってるみたいな。あ、そうですね。なんだっけ、だ右京にめっちゃさいじられたさ、俺ソースの一言みたいなやつ分かる？あるさ、俺それずっとしてたやつがあるんよ。俺ね、やってたのが、僕の人生かけるから僕に人生かけてねって言ってたの。っていうのが俺ツイッターとか、まあ、インスタとかそういうののずっと一言になってたの。恥ずかしくね、今思うと。そのクマのそういう感じ。なんかめちゃくちゃなんかその泣ける小説があったんですけど、彼女が死んじゃうみたいなシーンがあるんですけど、その時にこう男の人がその女の子に向かって、まるまるちゃん好きだーっていうシーンがあるんですけど、めっちゃいいやんって思って、そっから女の子のこと全員ちゃん付けしてます。あーっていう、あーそういうの、いいね。でも大事だと思うよ、うん、なんかみたいなのはありますよね。あの女の子がいないとこでもまるまるちゃんって言ってるのを見ると、あ確かに言えない、うん、いいなって思うんですよ、うん、ちゃん付けして。なんか時々あいつとか、なんかそれお前、いや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 、誰お前、いや言わんすよ。みんないろいろ人生にね言われたり読んだりとかわかんないけどね、なんか関わってる言葉とかあるんで、ぜひみんなも自分の今までのせいで言われた言葉とか考えてみてください。イエイ、バイバイ、サンキュー。